小便小僧。小便小僧は、放尿する少年を模した像であり噴水。同様のものは、世界各地に存在するが、ここでは、起源とされているブリュッセルに設置されているものを、中心に述べる。1619年に、フラマン人彫刻家、ジェローム・デュケノワにより制作された。 現在設置されている像はレプリカであり、オリジナルの像は1960年代に、盗難防止のために、ブリュッセル市立博物館に所蔵された。なお、付近には、かがんで放尿する小便少女の像もある。また、噴水ではないが、路上の突起物に片足を上げて放尿する、小便犬の像もある。由来は、諸説ある。一つは、ブラバント港。 ゴドフロワ三世に関する説。1142年、ゴドフロワ三世率いる軍は、グリムベルゲンでの戦いの際、戦場の兵士を鼓舞するため、揺りかごに幼い支配者を入れて、木に吊るした。そこから、公は敵軍に向かって、小便をし、味方軍を勝利に導いたという。一つは、 反政府軍がブリュッセルを爆破しようと仕掛けた爆弾の、導火線に小便をかけて消し、街を救った少年がいたという武勇伝説。この少年の名は、ジュリアン・ジュリアンスクといい、小便小僧の愛称、ジュリアン・ボやヤはここに由来すると言われている。様々な機会に、衣装が贈られることが慣習となっている。 130回も服を着るだけでなく、先着物の衣装を、持ち衣装の大部分は、グランプラスのブリュッセル私立博物館に所蔵されている。2018年下半期に、市技術者により、水鉢から漏水があり、1日2000から2500リットルの量が下水として漏れ出ていることが発見された。2019年3月、循環式となるような応急の修理が行われ、 このことは、ブリュッセルの水習慣に合わせて発表された。通常は、水が流れ出ているが、それ以外の液体を用いることもある。ビール会社のイベントの際などにはビールになり、通行人に振る舞われる。ビール会社のイベントとしては、例えばデリリウムのお祭りがある。このイベントでは、デリリウムトレメンスが流れ出ている。日本においても様々なところに置かれている。 ありがとうございます。